30日間アナスタシアを読んだ結果、霊能者のアトリエ。本日はバタフライアートを描きながらの実写版の上映です。ぜひぜひ本編をお楽しみくださいませ。それでは皆さんの善なる意識に、こんにちは、カズマです。霊能者画家、詩人として活動しております。カメラマンを担当しております、エイスケです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日のタイトルはアナスタシアシリーズ、ロシアで刊行された本なんですが、それを30日間毎日1日1冊を読み続けた結果というふうな内容になっております。うん、よろしくお願いします。お願いします。まあさらっと言ってますけど、とんでもないっすよね。エスケはアナスタシアシリーズは読んだことあるんですか？僕ももちろんあります。あの1巻から1巻って何、1巻から、うん、あの8巻の上下巻まで、うん、あの全部読み切って、あの 確実に言えるのはまあ 2,3 週はしたんじゃないですかね。ああ、そうなんですね。うん、まあ、1巻とかになったらもうちょい回数は増えてくると思いますけど、うん、全体的に通したらまあ 2,3 週は確実にしたんじゃないかなと。うんうん、アナスタシアシリーズ、まあ、界隈では有名なんですが、うん、そのアナスタシアっていう女性と、うん、著者のウラジミール・メグレさんが出会って、さまざまな話をしつつ、スピリチュアル的にも現代的にもいろんな話を角度をして、うん、でアナスタシアが発する宇宙から音を取り出して、リズムと響きを取り出して、うん、それが本になってるっていう特殊な本なんですけども、うん、それを読み進めることによってさまざまな効果が得られるんじゃないかっていうことで、僕は結構何回もアナスタシアシリーズを動画内でも出してると思いますね。うん、うん、まあね、生きた本って言われてるくらいっていうか、まあ、生きてる本。そうですね、うん、生きてる本他にないですよね。ないですね、うん、少なくとも僕は知らない、うん、聞いたことがない。やっぱりアナスタシアシリーズって美しいですよね、うん、本として。なんか美しいなって思ってしまう本、うん、なかなかないというか、やっぱりこれだなっていう、これ以上もこれ以下もないというか、うん、そんな本をね、うん、30日間読み続けた一日一冊ね、うんうん、どうですか、その30日間読む前と今どういう変化があったか。そうね、読む前も、うん、まあ、結構普通に霊能者として活動してて、うん、まあなんだろう、普通に人のことを分かって普通に理解をして言葉にできるっていう、うん、今とあんまり何ら変わらないっちゃ変わらないと思うの、外見的には。ああ、やってることとか、そう、うん、発してる言葉っていうのは、ま、何ら変わら変わりはしてないと思うんだけど、うん、なんだろうな、なんかこうイメージあるじゃない、うん、柔らかさ、穏やかさ、静けさとか、うん、たけしさとか、こう猛々しさとか、うん、あらゆるイメージをアナスタシアシリーズに反射してあらゆるイメージを手に入れることができて、より深みっていう言葉の始まりの本質の意味で深くなってってるっていう、うん、うーん、なか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 難しそうな感じがしますけど、うん、深いって深海とかの深いって意味じゃなくて、うん、深いって始まりの言葉ができた、その深さっていうニュアンスで深くなっていってる気がしますね。ちょっとまだ僕が獲得してないイメージの領域ですね。あ、本当に？うん。この言葉ってさ、エスケはどういう風に聞こえるの？あー、なんだろうな、あの一発目聞いた時は思考がピタッと止まるよね。え？何を言ってるんだみたいな。あ、そうなん？なんかさ、その人の話を聞いてる時とかってさ、うん、無意識にしろ有意識にしろ頭の中でそのイメージを追っていくわけじゃん、うん、なんか それでその自分の理解とかイメージを超えた話をされると、うん、イメージが追いつけなくて、うん、あ、何を言ってるんだって多分大多数の人がそうなるんじゃないか。そうか、ピタッと止まるっていうかな。でもあのもっとイメージに全振りしてみたらいいんじゃないかなと思うんだけど、聞いてる時に、うん、なんかあれはその瞬間に理解しようとね、頑張るんだよ。あ、なるほどね、うん、その言ってることを理解しよう理解しようと、うん、強いて言うなら多分口開ける角度が足りてないね。もっと開けろと、うん、もっと今の状態を忘却しないと。ハンバーガーかぶりつくみたいな。そう、顎下げてかんとあ、そんぐらいぼーっとしない。そう、なるほどね。それはなんかもう危ないよ。そこまで開けてたら。そう、うん、
そういう意味で深くなってって、まあ、さらに外見的に言えば言葉にもできるようになってるし、うん、あらゆるものが結構説明がつくようになってる、うん、それアナスタシアシリーズの知識を得て情報を得てっていうよりかは、うん、アナスタシアシリーズにある響きとリズムを得てって感じだね。うん、うん、特殊な本です。特殊な本ですね。どうなんですか、その30日間あの毎日読み続けたわけですけど、うん、あ今日違うなとか、あ今日レベルアップした成長したなって思う瞬間ってあるんですか？毎瞬。毎瞬なのか毎瞬か。毎日の毎瞬ねえ、30日分レベルアップしていくと。そうだね。なんかみんなはどうかわからないけど、うん、毎日気づきを得ることってあります？なんかいや、ないですね。ないんだね。毎日気づきを得るってね、普通に来てたらないですよ。ないよね、うん、って考えると異次元なのかもしれないね、そういうニュアンスでいくと。なるほど。毎日気づきを得て、毎日成長してというか進んで、うん、毎日新しいひらめきを得てますね。それは段違いになりますわ。そうだよね、うん、だから1を積み重ねて1を積み重ねて1を積み重ねてっていくとさ、うん、どんどん自分の分母が上がっていくじゃん、うん、そうすると掛け算になっていくんだよね。足し算から掛け算に、そうそうそう、うん、でなっていくともう倍々で、もう一歩進めば50が分かる、一歩進めば100が分かるってなってくるのよ、うん、だからちょっと手探りでそれに触ると大体、うん、ニュアンスが分かるようになってくるのよ。ああ、芋づる式で得られると。そうそうそう、だから人よりも理解する速度が上がってくんだよね。うん、うん、なんかね、そのカズマさんは聞けば10年ぐらい前からアナスタシアシリーズを知って読んでいると、うん、なんかそこまで行くともうなんていうんですか、スピードが全然違うわけじゃないですか、うん、我々とかはほらなんていうの、自転車で行ったら今漕ぎ始めたみたいなね、うん、この止まった状態からグーって一生懸命力入れてね、うん、読み始めてるっていうか漕ぎ始めてる状態だから、うん、カズマさんとかで言ったらね、それこそ坂道をトップスピードで、ね、うん、下ってるみたいなね、うん、そんぐらいの回転量じゃないです か、うん、だかその領域だと何ていうんですかね、どんな視界っていうか視点なのかね。最近は集合意識あるじゃない、うん、集合意識が何たるかを理解しましたね。集合意識っていう、まずその単語を知らない人もいるかもしれないですよね。あ、例えば4人いて、4人が1つのものに向かうとするじゃないですか、うん、そうすると1つのところに意識が当たるじゃないですか、うん、意識を集中すると、うん、4人が1つの意識を集中させると集合意識っていうのが生まれるんですよ。うーん、ってなるとなんか石みたいな、なんか光の玉みたいなものが現れるって考えるんですけど、みんな、うん、全くそうではなくて、ほう、もっと非物質的な、もっと空間に溶け込んでいて意志があってみたいな、うん、そういうことをなんか感じて理解したりっていうのがありますね、日常の中に、うん、どうですか？うん、分からん、うん、ちょっと全く通じないよね。いや、まあ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 、そうな、そうだよね、うん、どういう感覚なんだろうっていうのは気になるけど、あでもなんかそのね、一緒に YouTube とかをしててね、うん、一個なんか身近に感じる変化っていうかね、うん、最近っていうか、まあ、今日ですよね、この動画を撮ってる今日、今日そう、カズマさん、植物をね飼い始めた、うん、なんですけど、これどういう変化なんですか？なんで？前まで全然植物とかね飼ってなかったじゃないですか。そんなことないよ。あ、そう、うん、知らないところで育ててたんか。うん俺結構植物好きだよ。いや、それは知ってたけど、ほら、うん、なんて言うんだろう、結構前に雑談がてら、ね、植物、ね、育てないのみたいなの聞いた時に、うん、プランターじゃちょっと 100% 発揮できないからみたいな、うん、言ってた気がして。野菜ね、野菜育てる時。そう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 、うん、あ、なるほど、だから植物か育ててないんだって思ってたんですけど、ね、今新しくその話します。じゃあ聞きたいです、どういう、それは何ですか、アナスタシアシリーズを読んだ結果何ですか、その変化が起きたのか。アナスタシアシリーズを読んだ結果といえばそうだけど、うん、半々ぐらいかな。半々なんだ、うん、うん、その植物の、うん、
人間もそうなんですけど、人間と植物って結構宇宙と密接に関わりがありまして、自分の気持ちとか思いが宇宙に反射するっていうんですよ。ほう、宇宙に反射してるんですね。そうなんですよ。これ多分難しいっていうか、なんか、なんだろう、アナスタシアシリーズには書いてあるんですけど、感覚としてこう理解するっていうとちょっとなんかには難しいかもしれないですけど、まあそうで飛び越えて話すと、で植物とか宇宙、植物とか人間とか宇宙と気持ちを反射してるんですけど、その植物もそうだし空間もそうだし、あらゆるものってそれぞれ役割があるわけなんですよ。ほう、役割、役割がないものは存在しないと。存在しないですね。でまあ単刀直入に言うと、この空間に対してこれらの植物に役割を持たせたかったんですよ。はあ、役割を持たせたかったんですよ。そう、だから今自分でやってる空間に対しての作用をこの植物たちにやってもらったら、自分はその空間に対しての作用をしなくてよくなるから意識が自由になるわけじゃないですか。その空間に対しての作用をこの植物たちにやってほしかったんですね。はあ、使命を与えたってやつですか。そう、もともとの役割はあるんだけど、濃い使命を担ってもらったっていうことですね。なるほどね、君たちはそういう役割をもらったのか。そう、なるほどな。でこの時に大事なのが、それそのものを見極める力っていうことで、その同じ杉でも一つ一つ個性があって、その喋る言葉みたいなのもあって、それらを聞いて一番ぴったりとくるところがありまして、それを選んでチョイスしていただいてくるって感じですね。なるほどね。そう、なんかそういう風に聞いてしまうと、僕なんかはちょっとうかつに買いづらいなと思っちゃうんですよね、植物を。そう、だから今まで買ってなかっただけよ。どうなんですか、その普通にね、なんて言うんだろう、自分の部屋に植物、観葉植物とかね、置きたいなと思って買うのもいいんですか。全然いいんじゃない。もちろん大丈夫でしょう。でも、個人的には 100% 力を引き出せることを知ってたから、今じゃないなと思ってただけ。ああ、なるほどね。でも今のこの瞬間 100% この植物たちは力を引き出せるなって時にいただいてきて、置いてるって感じだね。ああ、なるほどね。そう、それはどうなの、そのアナスタシアシリーズの、まあ、具体的に何巻を読んでそう思ったとかないね。あ、そう、ない。あの全体を通してそう思った。アナスタシアシリーズに書いてある気持ちと情報はただの種とか粒で、それらが反射して自分の中にまた気持ちが現れて、この気持ちが宇宙に反射して答えが現れたみたいな感じなんですよ。ああ、なるほどね。そう、だから知識と情報はアナスタシアシリーズで自分の内側に溜め込んでるとかじゃないの。だから一冊読み終わったらもう忘れてしまうぐらいのペースで読まないといけないと思ってる。ほーん、だから響きとリズムで読む必要があるんですね。響きとリズムか。そう、じゃあなんだ、読むときにその無理してこの、なんつうんだろう、ガッと理解しようって読むよりかは、そう、さらっと読んでも大丈夫。気持ちで読む必要があるんですよ。気持ちで読む。アナスタシアシリーズのもう特徴、一つの特徴とも言えるものは、ポジティブなエネルギーが込められてること、このポジティブなエネルギーっていうのはなかなかなくて、本当に生きてるものにしか宿ってない。これを見ると本当に気持ちがポジティブになるっていう。そしてそのポジティブなエネルギーがずっと湧き続けてくれるものっていうのは、自然物の他にはないぐらいのものなんですよ。人工物ではまずありえない。ありえない、まあ、本当の想像をしなければ起こらないっていうことですね。なるほどね。そう、だからアナスタシアシリーズを読むことによってポジティブなエネルギーを自分のうちに沸かせることができる。でそれを気持ちで読むことによって、それを感じて知識とか情報を自分の中に必要なものを取り入れて、それが宇宙に反射して、宇宙からまた反射したところが自分に返ってきて、今の現象を解決するっていうことになるっていうか、今の問題とかね。だから自分の今に必要なものを取り入れることができるってことなんだよ。アナスタシアを読んでるとさ、あ、なんか今自分にぴったりな言葉があるなって感じるじゃん、あれは反射してるからそれが起こってるっていうことだね。なる
るほどな、うん、伝わってないでしょ、うん、でもまあこれを見てる人が誰かしら伝わってたらいいんじゃないかなスケールが大きく感じたよなやっぱり、うん、だからなんかね今にこれを理解しようとせずに、うん、また見返したりしてくれたら理解できるかもしれないしね。なるほどな、うんうん、そうだね。だから植物買った理由は、うん、そういうエスケはさ、うん、今空間あるじゃん、ここの空間、うん、この空間に何が存在してるかって感じたことある？いや全然意識したことないわ。ないでしょ。この今この空間に何が存在してて何があるのかって感じてみるとものすごい面白いのよ。はー、空間って絶対何か存在してるじゃん、うん、空気もそうなんだけど、うん、雰囲気とかあるじゃん。雰囲気とか明るい部屋だったり暗い部屋だったり、そう、うん、でこの雰囲気って何なんだろうって感じた、これこそがもうスピリチュアルの扉を開いてるっていうか、うん、これがすごい重要だと思うね。うーん、これを理解さえすれば、うん、自分で雰囲気を変えることができるし、うん、あらゆるものをエネルギーを操作することができるようになる。それもあれですか、アナスタシアシリーズを読んで気がついたことで、うん、これはもともと知ってたっていう概念があるんですけどおでもアナスタシアシリーズを読んでても気づけることであると思う。なるほどね。そう、読み進めた結果それを知ることもできる。そうだね、読み進めた結果を知ることができると思うね。うん、で僕はまあ30日間これを読んで何を知ったかっていうと、うん、空間の中、空間、そのみんなコンクリートで作られた家または閉鎖された空間にずっと長らくいるじゃないですか、うん、まあそうですね。これって割と危険なことで、ほう、僕はあの2月2日に新しい企画を設けたんですけど、空とつながる30日間っていう、うん、だから人間は空とものすごく仲がいいんですよ。相性がいいというか、だから空を見ながらアナスタシアを読んだりする、この空っていうものがその人の感性をもっと開いてくれるの。なるほど。だからずっと家の中にいるのはあまり美しくないというか、感性、気持ちいいことではないのよ、うん、っていう感じだね足早に、あ、そうね、そう時間的にもね、感性、そんな感じでバタフライアートの方もね完成しました。シャス本日もご視聴いただき誠にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。感じ考えることで世界は大きく変わるよ。フラットをポジティブに、お前たち最高だぜ。